はようございます。スローパッチステーションのジャンジャンです。はい、本日ですね、初の埼玉県でございます。狙い台はビッグドリーム。よいしょ、お願いします。ほい、6。型破り。無双からおはようございます。お願いします。見てみようかなと思うんですけど、海もいっぱい入ってますね。すごいな。フォロワーさんにですね、ビッグドリームがすごい好きな方がいて、ずっと打ってください、打ってくださいっていう風に言っていただいてて、なかなかビッグドリームを打つ機会ってなかなかないんで、カドにしますか。カドで。すごいですね、ここすごいハマってない。ではあまり詳しくはないですが、出ることだけは知ってます。ビッグドリームでいこうと思います。おはようございます。ストロパッチステーションのジャンジャンです。はい、本日ですね、埼玉県にあります楽園南越谷店さんに遊びに来ました。取った機種、なんとビッグドリーム懐かしい爆裂機でございます。いろいろツイッターのですね、フォロワーさんから結構打ってくださいっていう声が強くてですね、僕も打ちたいなとずっと思ったんですけど、ワンボックス入ってるってことは結構力入ってるんじゃないかなと思いまして、ちょっとカードを押さえてみました。そしてミッションも、順調にクリアに向けて進んでおります。本当にありがとうございます。で今回爆裂を見せて、あ、昔のね、もう懐かしいなと思っていいねをポチッと押していただけると本当に嬉しいです。それではいつもの行ってみたいと思います。今日は新しいコマさんとの初タッグなんで、しっかりプラスにして入りたいと思います。では行ってみます。楽園南越谷店さんで神に勝つ型破りビッグドリーム型破り。はい、それではビッグドリーム行ってみたいと思います。愛情はあんま良くないんですけど、チャレンジしてみようと思います。詳しくないけど出ることだけ知ってます。1枚目、これでビッグドリームを。はい、簡単にスペック紹介したいと思います。大取り確率259分の1です。で、核変に入っちゃうともう秒速で出ます。で、75% 核変突入で入ったら 75% で1500発で、 25% は突通で出玉なしで落ちてしまいます。かつ時短はないので、もう本当に引き強だけが勝てる台。僕は結構入れてもすぐ落ちてしまうことが多いので、皆さんが体験している素晴らしい連チャンを今日作れたらなと思います。で、大当たりの経路はもうシンプルです。最後のジャッジメントに発展しちゃえばいいんですよ。最後宝石が入っている宝箱はどれでの演出に発展すれば熱いです。3択なんですけど、発展して2択まで絞れたら本当に熱いです。で、保留は青と赤で、赤保留がチャンスで、どんな形であれ宝箱を選択するまでいければチャンスがある形ですね。で、やっちゃいけないのが、25% の4ラウンド通常を取ってしまうパターンですね。リーチ外れた後にギルガメッシュチャンスというもので、ボタンを押して通常を取ってるかもしれないって演出なんですけど、発生してしまったらほぼ通常です。その場合はもう実弾も何もつかないので、もう一度やり直しって形ですね。いかに図柄を揃えて右に入れる、そしてその右でいかに赤図柄を揃え続けれるかっていうのが重要になります。で、ちなみにボーダーが17なかった気がするので、本当に昔のマックスに近いようなボーダーで甘いですね。で、ここ語呂合わせがあって、数字は赤図柄3と7が入ってチャンス目になっている方がチャンスですね。もういろいろありすぎて僕もあまり打ち込んでないんで覚えてないんですけど、とりあえず宝箱を選ばせてくれたら熱いです。なんかチャンスになったらその都度お伝えしていきます。139、あ、いいっすね、3なの戦ですね。あー、熱い。
激アツ。これはジャッジメントいきますね。43回転目オープン、 OK。 これで熱いです。この宝、このお宝を当てるというゲーム性ですね。怖いよ。いろいろパターンがあって、選んだところにキュイーンとか言うんですよね。あ、今チャンス危ないですね。あ、これチャンスかな。真ん中で点滅が高速点滅とかだとチャンスですね。2、1、オープン、オープン。お、おっと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 、やったー。43回転、熱っ。見事だ。こんな順調でいいのか。やった。投資2000円ですね。これほどのものか認めてやる。行け、黄金の道を駆け抜けよ。もうこれゼロアタッカーなんで、もう消化も秒速です。はい、ここから行きます。もうここがもう赤だったらチャンス。 OK、 これでも当たりです。早くないですか。もう6秒で当たります。これで1400発ですね。はい、スタート。青になったら転落のピンチです。 OK、 2連目ですね。もう払い出しが追いつかないんですよね、早すぎて。はいはい、あ、やばいやばい、これがやばい、これが、あ、分かった。お、 うまい、楽しい。サービスアリウッド楽しいですね、これたまらん。下手したら回転1時間で1万5000発ぐらい作れるかもしれないな。やばい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 、いらない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 、うわ、やばい、終了のピンチ。縛らないで。ああ、最後の審判を下す。祈りを込めてボタンを押せ。頑張れ。ああ、しまっちゃった。そしたらこれで各編終了で、通常引いちゃったパターンですね。5136個払い出し。これがマックスの時は1回あたり2000発以上をこの速さでループしてたんで、えげつないことになったんですよ。もう今のこのご時世であれば1500個がこの速さでループするのも破格のもんだと思うんですけど、近くにあったらぜひ打ってみてください。4つ目ですね。びっくりした、いきなり来た。これ熱いですね。全ショット全回転か。天地逆転かな。全回転だ、初めて見た。16回転。え、こうやってなるんだ。全回転。
びっくりした。では行きたいと思います。おー早い、2回転。いやもうたまんないな今日。一番出てる人かなと思うじゃないですか。僕の後ろにもう9箱積んでる人いるんですよ。それぐらい早いんですこの台。はいはいはい、お光った、 OK。 おー早い、2回転。僕あんまりビッグドリームで万発出したことなくて、今日ビッグドリームの万発童貞卒業したいと思います。赤赤赤、オッケー、おい、あやばい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 、あよかった。このパターン気持ちいいですよね。エンドと思わせて実は当たりだよっていう。やったー、なんと童貞卒業万発。やった、ビッグドリームの万発童貞卒業できた。まだ開始から僕30分経ってないんですよ。2個初当たり取って今までで。頑張れ、よし、あこれで10連達成です。今十字回転のお店で11時でこれですからね。さっきの5000発あるんで、これでできたら多分2万発僕持ってます。まあ払い出しなんで誤差はあると思うんですけど、あやばい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 、エンド、まだ球出てるよ、ずっと終わりたくないって。あセーフ、あーやだやだ、さっき耐えたじゃん、閉じないで、戻って戻れて、最後の審判を下す、祈りを込めてボタンを押せ、お願いします。あ終わっちゃった、終わっちゃったって。1万4580個もあったら十分なんですけど。はい、今ですね10連して上獲得出るんですけど、1万3130個を手取りで持ってるみたいです。この前にも、5連してるんで、どの道2万発近くは持ってますね。確実に1万5000個以上は持ってます。初めてタッグを組むカメラマンさんで、昨日泊まりに来てくれてお酒飲みながら結構わわ話したんですけど、今日のお店で調べててめっちゃビッグドリームあるねって話してて、でも僕相性悪いんですよねって話で、いやなんかどうしよう、3万ぐらい使ってギルガメッシュで4ラウンド1回だったらとかって言ってたんですけど、真逆の結果でしたよね。ココナッツとかないですかね。お、あえ3か、お、ついだ、あー3点敗か。あなんだっけこれ、裁きを受けようもチャンスボイスではあるんですけど、3回、はい、改めてチャンスアップなんですけど、選択した時のランプが高速点滅かどうか、あと選んだ時に箱がパカパカしてるかどうか、あと選んだ時の音が違うかどうか、これは全部普通パターンで、これデフォルトパターンですね。どこがいいですか。決まっちゃった、2、1、オープン、キュイン、ない。ただこの後にもう一度チャンスをやろうが、あっ違う、どこを選んでいる、
もう一度チャンスをやろうだったら激アツの次2択に行けます。いや楽しい、やっぱジャッジメント、もうこの瞬間が一番楽しいです。本当にいくぞ。あ、ちょっとチャンスですね。あ、いかないか。泣くなとかないですかね。あ、当たりました。ギルガメッシュチャンス。切り開け。いやこれ4ラウンド通常の可能性が高いんですよ。176回転、頑張れ。ここに押して宝石があったら、あの格変だったんですけど、ないですね。ここ赤ボタンじゃなかったらほどほど、ほとんどダメです。あ、青保留赤になった。熱っ。いやこれはもらいたいですね。次の回転ですね。まだ弱い。あ、赤ボタンなんでこれはチャンスですね。よしよしよし。いやこれは取りたい。久々に期待できるジャッジメント。いやチャンスアップは絶対欲しい。さあ選ぶがいい。うわ、チャンスアップない。真ん中。いや赤堀を外したくない。オープン。キュイン。いやもう一回もう一回。そこでは、うわー、ここを選んでいる。そっちか。赤保留は外したくないよ。ビッグドリーム、夢ついえた。こちらはジャンジャンレポートとしてまとめたデータを元に見ていきましょう。今回は2ボックス84台を集計し、操作玉プラス37万5000発と圧巻する玉を演出してくれました。今回ボックスの状況ですが、北斗さんのボックスは半数以上の48台中26台がプラスと安定感を見せてくれました。またボックス内の平均差玉は驚異のプラス5000玉オーバーと大満足の状況となっていました。次は仮面ライダー闇のバトルバージョンと刑事失格のボックスに注目。こちらのボックスは北斗無双に負けないくらいの盛況ぶりを見せ、共に半数以上がプラス、平均差玉数はそれぞれプラス4000玉弱となりました。丁寧でしっかりと出玉感を感じられる出玉感でした。僕の来店時にはジャンジャンレポートとして後日状況をまとめた記事を出していますので、ぜひチェックしてみてください。カタエブリー。はい、今お昼休憩に来まして、流した玉数が 13,435 個、年500発なんでもう十分でございます。はい、で後半は移動するかなということも視野に入れてですね、ちょっと食べたら店内ちょっと回ってから移動するか決めたいと思います。はい、そしてコメントを返していきたいと思います。とですね、8話で僕がスーパー戦隊言った回ですね。では行ってみたいと思います。 T やヤミーさんかな、ユミーさん、 T ユミーさんかな。はい、礼儀正しく謙虚なところにすごく好感を持ち、楽しく見させてもらってましたが、平成ライダー好きの一言でチャンネル登録確定しました。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。僕もう平成ライダー大好きです。パチンコするなら龍騎とかバトルロワイヤルリーツが作りやすいんじゃないかなと思って、ちょっと期待してます。お願いします。はい、続きまして、モフチャソさんからいただきました。ありがとうございます。ジャンジャンさん、だいたい何時頃まで打たれるんでしょう。この日行きたかったんだよなと。はい、またぜひお時間になるとき来てください。で僕なんですけども、来店するときはだいたい開店から6時間は絶対いるので、9時開店のお店だったら3時まで、10時開店だったら4時までは絶対いるので、もしその間にお時間があればぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。型破り。
ば、ゴッドイーター打ってないですよね、まだ打ってないですよね。紙縛りします、ありですよね。ゴッドイーターいきます、あまり詳しくないですけど、ゴッドイーターいこう、ゴッドイーター、後継続で今日頑張ります。それではゴッドイーターにやってきました。まだ動画では打ってないので、これでも当てて爆発させて大幅プラスで今日は帰ろうと思います。で、井戸さんが新大陸でゴッドイーター打ってたと思うんですけど、なので詳しいあの演出とかはそちら見ていただければと思うんですけど、改めて紹介しますと、4大演出が神圧演出と神速進撃演出と、あと軍予告で、最強リーチに金色荒神リーチがあります。で、このうち2個複合したら大当たりのプラスラッシュも確定と、なので2個複合したらもう大当たりなんで、まあ、1個でも単体でも期待できるような台ですね。スペックなんですけど319分の1で大当たりが、そのうちの 50% が高継続の神バトルラッシュに突入します。で、 1.4 3分の1を2回抽選できて、その合計で 90% ループという仕様になってます。うまく絡めれば2万発も軽く出るようなスペックで、個人的には2回ぐらいしかプライベート打ってないんですけど、その時22連ぐらいしたんですけど、なかなか振り分け勝てなくて1万発超しか出なかったので、さっきビッグドリームで万発同点させてできたんで、今回は2万発出ればいいなと思います。で、個人的になんかおすすめというか、個人的な楽しみポイントが見つかったので、ちょっとそちらも交えてお話できたらなと思います。頑張ります。で、個人的な楽しみポイントがここあるじゃないですか、これ上ボタンを押したら数字回るんですよ。で、この語呂合わせによって、あの信頼度が先に分かるんですけど、これでゴッドだから510か、510だったらあの大当たりのこうで、ムーツーミーの63、ロミオか、ローミオの630だったら 77% の信頼度がある上にゾーンエンスが濃厚になります。他組み合わせで、まあ、信頼度があって、そういうのを先にちょっと分かるので、パンって押してたら回ってくれて、もしかしたら揃うかもっていう、ちょっと通常時の楽しみでもあります。で、今上なんですけど、下を押した場合、大体この点点点なんですけど、もしゴッドが出た場合は大当たり濃厚です。で、まあ、リーチ、SP、そして熱いのはファイト、ファイトで 25% でイーターって出たら、まあ、ゴッドイーターのイーターですよね、イーターが出たら熱いです。まあ、1変動につく上か下しか押せないんですけど、ちょっと熱いかもって思った変動でこういう風に押してみると、イーターって出たりゴッドって出たりするんで、そういう地味なんですけど楽しみ方で僕は普段遊んでます。逆に弱いのにいいのが止まったらこの後何が起きるんだろうとか、そういう楽しみ方ですね。8000円で212回転回ってくれました。もう全然いいんで2枚目。でもこのパターンで全部もつ玉分のマスだったのが福島県だったんですよね。よくやらかすんだよな。なんでみんなその周りの騒がしくできるんだこれ。理解苦しみます。おかしいな、周りすごい楽しそうなんですけどね、なんか僕だけすごい静かすぎて。はい、2万円使い切りまして、まあ、この台には1万8000円で435回転、なんか見せ場が全然ないですね。3枚目いきます。気づけばもう600を超えて630回転目でございます。お母さん、私みんなを守りたいんだ。俺のお財布を守ってくれ。3万なくなりました。おー無理、何も起きない。何やってんの。もう無理っす。もう無理。もう無理っす。もう無理だ。まだ勝ってんじゃん。朝1、1万3000発ぐらいバーンって出して、あ、今日回復もう勝った。
と思って、でゴッドイーター移動したら、神に食われたこのダマさん、もう無理っす。じゃあもうやめとくか。もうやめましょう。もう今日無理っす。じゃあちょっと店舗挨拶だけしてくるね。ちょっと待ってて。戻ってきました。そうラスト1番タイミネーター一本勝負行ってきます。もう行き手全部戻ってこい。 RP バックだもん。はい、1番終了しました。 RP バック帰ってきました。僕はタイミネーターにはなれなかったです。はい、今日結構遅くまで粘ってしまいました。ただ一応プラスではビッグドリームのおかげでプラスにはなれたんで、まあ、何とか良かったんですけど、後半の2機種はちょっと初当たりがなくて、ちょっと不甲斐ない結果に終わっちゃって本当に申し訳なかったです。収支なんですけれども、投資がちょうど1万発で、回収が13,435発、回収3,435発と一応プラスで終わってます。本当はプラス2万発ぐらいで終わりたかったんですけど、ちょっと朝一工場だとだけちょっと残念です。はい、いやただちょっといろいろ茶番が面白くて、面白くてっていうのはこっちの話なんですけど、いろいろ楽しんで新しいコンバさんといろいろ撮影できたのでそれ良かったかなと思います。まあ、こんな不甲斐ない動画でしたけども、楽しいと思っていただけたら、よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。次回はいい実践にできたらいいなと思います。ぜひ引き続きご覧ください。ありがとうございました。アイマリ可愛いっすよね。もうこの曲バカロ好きにはたまらない。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。片エブリー。